皆さん、体のエダ持ってますか？現在ね、体のエダの価格がだいたい280円ぐらいですかね。9月16日の深夜3時なんですけども、まあ、ここに来てビットポイントジャパンから、もう現物取引できますよっていう連絡がありました。ビットポイントジャパンからのメール、もしくはホームページをちょっとご覧いただきたいと思います。はい、こう書いてますよね。9月15日16時。ADA、入出金サービス開始時期のお知らせ。いやー、待ちに待っていた体のエダが自由に取引できるようになります。この後ね、コインベースですとか、あとはビットフライヤーとか、こういうところでも体のエダが扱われるといいですよね。多分そうなると思いますよ。そしてですね、今回、体のエダ入出金サービス開始のお知らせとありますけども、どういうことになるかなんですけども、一応ね、9月21日朝8時の予定、いつもの朝のビットポイントジャパンのホームページ更新が終わった後に、まあ、スタートするということです。ただ、予定は変更となる可能性もありますので、ということなんで、目安でね、9月21日と思っていただければいいのかなと思います。この日を境に、体のエダの入出金ができますんで、例えばダイダラスに体のエダを入れてる方はね、ビットポイントジャパンに移してみるってのも一つかなと思いますよね。これからも顧客満足度を高めるべく、サービスの安定的な提供及びサービス品質のさらなる向上を努めるとともに、明日をもっと新しくする試みを続けてまいりますので、ビットポイントジャパンの取り組みにご期待くださいということでございますね。ありがたいですね。ではですね、画面を切り替えて、こちらの方を見てみましょうか。同じビットポイントジャパンのサービスというところのページです。入出金のやり方について書いてありますね。保有資産っていうのが左側にありますけども、562万532円。いや、結構持ってます。羨ましいですね。で、入出金のやり方は非常に簡単で、ここに書いてある通りなんでね。私がぐだぐだと説明するよりも、入金ボタンを押すなり、出金ボタンを押すなりすればよろしいかと思います。で、入金の概要ですけども、ビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリウム、ライトコイン、リップル、ベーシック、アンション、トークン、トロンとあります。で、入金手数料は無料ということですよね。無料なんだ。すごいですね。で、暗号資産の出金ですけども、こちらの方は、まあ、いろいろとありますけども、SMS 通知があったりね。あらかじめ登録された入出金アドレスをご選択くださいと。セキュリティも万全ですね。これをしっかり読んでね、進めてくださいね。で、出金手数料はやっぱり無料と書いてますね。すごいですね。なるほど。まあ、あのね、ちょっとここで閉じましょうか。入出金に関しましては、まずは少額でどんなもんか試してみて、その後でね、段階的に必要な金額にどんどんね、移行していくといいと思います。いきなり一気にドーンとね、大きい金額いっちゃうと、間違った時に取り返しがつきませんから、まあその辺私が言わなくてもね、皆さん慎重に取り扱われると思います。それから復元コードですとかね、送金パスワードなどは絶対に人に漏らさないようにすることと、デジタルで保管じゃなくて、やっぱりね、紙に書いて、ちょっとどっかに置いとくみたいな、しまっとくみたいなことをするのと、コツとしてはね、3枚の紙に分けて書いておいて、そうやっていろんな大事なの。で、3箇所に分散して、まあ、保管しておくっていうのが私はおすすめかなと思いますね。はい。ビットポイントジャパンの取引始まりますね。本当によかったですね。それではね、ビットポイントジャパンのまだ口座作られてない方は、下の概要欄から作ってみてください。それでは。